どうも、ヤロハです。今日は阿蘇の方にお花見に来てます。また阿蘇に来てます。阿蘇のお花見ツーリングはこれで3回目かな、第3弾になりますね。1回目が桜、2回目が宮間霧島、筋ですね、潜水鏡のやつを見てきたんですけど、今日はね、スズランを見に行きます。前の宮間霧島と同じ阿蘇ならではの花というか、高山ならではの花になりますね。スズランっていうのは、標高の高いところだったり、涼しいところに咲いてる花なんですね。なので自生してる野生のスズランとしては北海道とか高原エリアとかに結構いるみたいですね。いるみたいで咲いてるみたいですね。そのスズランの自生地、野生のスズランを見れる場所としては、このね、阿蘇が最南限、一番日本の南の方で見れる限界地として阿蘇の波野っていう地域で見ることができます。もちろんね、栽培されてるスズランとか、スズラン園とかあるのかな、そういうところについては九州でもね、鹿児島の方とかにも確かあったんじゃないかなと思うんですけど、自生地としては阿蘇が一番南になるよっていうことみたいです。行ったことないんだよね、これまで行ったことないので、ちょっと楽しみですね。いやでも今年はね、春からこの初夏にかけてお花見ツーリングにね、結構行けたので楽しかったですね。でスズランってね、なんか蘭の一種なのかなと、鈴なりになってる蘭なのかなみたいなイメージで、その名の通りで撮ってたんですけど、どうも調べてみるとそうじゃなくって、スズランはスズランっていう固有種らしいですね。スズランかだっけ、スズランかスズラン族だっけそんな感じの名前だったと思います。ただなんかめっちゃ可憐な見た目とは裏腹にね、毒があるんですよね、確か。なんか触ったりしない方がいいんじゃなかったかな。まあね、まあ見てめでるだけにしたいと思います。でね、今日はね、梅雨の晴れ間、もう今九州地方梅雨入りしてるんですけど、晴れ間が出てるので、今日しかないかなっていう感じで出てきてます。でスズランの見頃っていうのが例年5月中旬から下旬にかけてらしいですね。でもう今下旬に差し掛かった頃ぐらいなんで、ちょうどいいぐらいの時期かなと思います。お、潜水鏡が出てきましたね。潜水鏡、この間宮間霧島筋を見に行ったところですね。まだ咲いてんのかな、潜水鏡。そうそう、今日梅雨の晴れ間なんですけど、今朝方まではね、雨が結構降ってたので、まあ運が良ければね、こう雨に濡れたスズランみたいなね、しっとり濡れたスズランとか水滴と一緒に撮れるかなとかって思ってたんですけど、意外にね、もう道路乾いてるしね、ちょっとそういうしっとり濡れたスズランみたいなのは見れないかもね。まあ贅沢は言うまい、そうそうね、条件が揃うことっていうのはなかなかないと思いますんで、まあ朝一とかで行けば朝露とかが見れたのかなと思うけど、そこだとね、結構ざんざん降ってたからね、雨が。あ、でもこの間ね、雨上がりの夜の街を撮影しに行ったんですけど、やっぱ雨上がりってめちゃくちゃ綺麗に映りますね。特にね、夜なんかは光が乱反射するので、水たまりとかね、なかなかドラマチックに撮れやすい条件なんだなというふうに思いました。まあ今はもう梅雨真っ只中ではあるんですけど、まあ、そういう時じゃないと撮れない景色とかもね、あるのかなというのは思いましたね。あ、出た出た。スズラン自生地。6.5 キロ先。あ、この辺も気持ちいい道だね。いいね。またやっぱこの水煙に映るね、山々が綺麗なんだよな、阿蘇の方。すげえいい。お、なんかすごいいい感じの副道があります。皆さん、道門っていうのこれ、滝室坂道門。いいぞいいぞいいぞ、気持ちいいな。いいですね。遠くに来た気分になるこれまでやっぱ北海道とかでね、ああいう副道を通ることが多かったんで、こう気温18度、ちょっとメッシュジャケットだと少しもうひんやり感じるぐらいだね。お、道の駅、道の駅もあるんですね、波の。そうそう、明日はね、もう大雨の予報なんですよ。もうそれ超えちゃうとね、多分もうスズランたちは雨にね、豪雨に蹂躙されて散ってしまってるんじゃないかなという気がしますので、今日がラストチャンス。んガソリンスタンドあるね、ちょっとスタンドガス入れとこうかな。よいしょよいしょよいしょ、休憩します。OK、よっしゃー、ガソリン入った。お、ここが道の駅ですね、波の。神楽やるんだね、こっちって。はい、高原野菜。いろいろ売ってますね。さーて、スズラン自生地とかって出てないんだよね。
出てないけど、あんのかね。冬季チェーン引け。この辺は雪深くなるのかな。やっぱ5月の阿蘇いいね。祭りもうしちゃったから、あれだけど。5月の阿蘇いいっすね。緑がほんと気持ちいい。なんか木が高えな。なんか木の背がめっちゃ高いっすね。あの兄がね、追い詰められた巨大樹の森みたいですね。この先一旦停止。なんかちょっと犯行予告みたいな感じの並びになってますね。この先一旦停止。新聞の切り抜きみたいなやつ。ここ右だね。お、スズラン自生地出ました。右です。 OK。 100m 先左折。この辺まで来るとね、たくさん看板が出てくれてますね。あ、踏切がある。いいですね。お、もうこの辺らしいです。お、なんか牛がいるね。あの辺斜面のとこに牛がいますね。牛さんたちがいます。お、出たー。スズラン自生地 100m 先左折。ただいま見ごろ。お、いいですね。ほい、ここは駐車場。なんか牧場も併設されてて、すごいのどかなところでしたね。ケイ買いましょう。スズランなんか想像の5倍ぐらいちっちゃかったですね。辺り一面にこうバーっとあるのかなと思ってたんですけど、最初ね全然見つからなくて、あ、もうちっちゃったのかなと思ったら、よくよく目を凝らしてね、ゆっくり歩いてみるとあったんですね。咲いてました。でね、一度ねこう見つけてしまうと結構もう次々見つかるというか、もう目がねそのスズランに慣れて、あ、これがスズランかと、まあ、葉っぱとかねどんな感じなのかっていうのが分かり出すので、そうすると次々見つかるみたいな感じでしたね。阿蘇のスズラン自生地に行くことがあれば、ゆっくり探してみるとちゃんと咲いてるのが見れるんじゃないかなと思います。他のねスズランのスポット全国にもあると思うので、見に行かれるときはね、予想よりもだいぶ小さいんだと思って
行くといいんじゃないかなと思います。でもこう見つける楽しさがあるお花でしたね。で他にもね、いろいろなんか咲いてたりしたので綺麗だったね。タンポポもまだ咲いてたね。あの綿毛になってましたけど可愛かったな。あとはね、その牧場になってましたので、隣が牛さんたちがね、またこれ可愛かったね。なんかね、2頭ね、すげえ仲いいのがいてね、なんかこう毛づくろいをねしてあげてましたね。あ、これ二輪を殺す道だ。二輪を殺す道嫌だ怖いよ。よいしょ。いや最近ね、阿蘇の花見ツーリングに結構来てたんですけど、今日のスズランもね、またこれまでと趣向が違って面白かったですね。可愛かったです。あとね、このハンターカブもフロントキャリアとかね、あとセンターキャリアなんかをつけたりして、荷物をね積載できるようにしているので、今後キャンプに行きたいですね。阿蘇の方にキャンプに来ようと思います。ちょっと梅雨シーズン過ぎてからだと思うけどね、それもまた楽しみですね。はい、ということで阿蘇のお花見ツーリング第3弾スズラン編、これにて完ということですね。今度はどこに行こうかな。まあ、梅雨明けしたらね、せっかくなんでハンターカブでキャンプに行ったりねしようかなとも思ってるんですけど、またね朝の方のスポットをいろいろ巡ってみたいなと思ってますので、動画がね良かったよって方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。